どうも、花宮ネクです。鏡のマジョリティアをやっていくぞ。よくわからんが、最強カードゲーマーとして振る舞うことになったタイガくん。そんな一戦目、とりあえず唯一出せるカードを出したら、なんか勝ったぜ、困惑。俺の勝ちだ。完全に熱血主人公として完成した。うわ、褒められるの気持ち出せるカードを出してみただけなんですが。ワンキルは1ターンキルのことね。だいたいワンキルされて、はぁ、終わってるわ、寒いわ、っていう側です。私。うわ、どうしたどうした。この3単語、絶対にゲームに関係ない単語だろ。覚えなくていいよ。こういうスラングっぽい単語は緑色でまとめておくか。分からせじゃなくてビートですよってなんだ。デッキの戦い方の話をしてるのか。分からせは速攻のアグロ戦略、ビートは中速のビートダウンかな。コンコンもコントロールとかじゃないか。互換的に。友達。君が友達を噛みしめている。お前、友達って言葉に弱いのか。可愛いじゃんね。もともとは雷の魔女使いだったんだ、タイガ君。そっちも使いたいな。あ、目の下のラインってキャラデザの誇張じゃなくてガチの線なの？ティエロのあれみたいな。お前ら、空気を悪くしないようなコメントを。本当に小4か。私より気遣い上手くない。収録とかするんだ、モッキーちゃん。子供モデルとかなのかしら。ああ、また明日な。元のタイガくんはクール系無口主人公だったんかな。しかし、本当なんなんだろうな。ホビアニ世界のタイガくんが平行世界の自分と入れ替わっちゃったとしか思えん。もともとのタイガくん、なんかミステリアスな色気がある。そっちのタイプのクールさだったのか。アンドロイドだったの？1話で話すことじゃないよ。展開早いの好き。性格や記憶を模倣できてるか。全然できてなくない。ああ、影武者しろって。目の下の線とキャラ変とアバター変更してて、これでバレてないのが不思議なぐらいなんだが。お、大会もあんの？私も参加したいわ。帰ってこなくていいぞ、元のタイガくん。マジョリティアの記憶はやっぱりないんだ。おかげで苦労してますよ。完全に感覚だけで戦うタイプなのかよ、元のタイガくん。策略で相手を自滅させそうな顔してるのに。も
元のデッキは預けたくなかっただと？正直わかる。メインのデッキ他人に預けたくない。ああ、これって親父さんのデッキなんだ。親父さん、渋いデッキを使ってたんだな。フリフリされたらコンコンしてほしい。こっちが知識ないこと知ってるんだから優しく説明しろや。オーパーツ特有の能力か。なんか悪い顔してるわ。おお、どんどん書き込んでいく。一丁全部埋めてやろうじゃないの。これは相手がイケメンすぎて分かりづらいけど、大河くん、鏡の魔女 VS ゴリダくん、愛の魔女か。うん、なんか単語の横を押せるな。うわ、びっくりした。今まで単語が出てきたシーンを全部列挙してくれるんだ。超便利。さすがはアンドロイド、すごい記憶力だ。まあこれは簡単っすね。自プレイヤーはオリジン、相手プレイヤーはライアー。うわ、これは難しいぞ。ステップ進行のまとめか。とりあえず思いつくだけ入れてみよう。まあこんな感じであろう。エンチャントは呪文の効果解決と見た。っていうかレジリエンスって何なの？攻撃する権利。サモンギャップもわからんし、一旦放置だな。まあまあこんなものでしょう。なお、合っているかは全くわからない。答え合わせしてほしいっすね。言語解読ゲームで序盤に間違えてたら悲惨だぞ。後の単語を全部間違えちゃ。いや、これで一日終わりか。マジで面白え。カードゲーム部分もどんどん複雑化していくと思うと楽しみすぎる。ってなところで今回はこの辺で、よければフォローやチャンネル登録よろしく。